我々の方でよくお相撲さんの話を申し上げますが、昔からお相撲さんの人気というものは別なものがございまして、昔のいいところを残しているのがお相撲さんの良さだろうと思うんですが、考えてみるとあれを見ておりましても、お相撲さんというのはいいと思いますね。まずちょんまげってものは頭へ乗っけてますが、現在ちょんまげを本当に見ようと思ったらお相撲さんを見るより他に仕方がございません。それに呼び出しさんというのはございますが、私あれは好きでしてね、声を聞いていると、相撲場へ来たなという雰囲気がよく出るもんでございましてね、白線を広げていい声でやっております。太鼓なんて、また日本人っていうのはって調子が好きなんですね。民謡を聴くてとよくああいう調子にぶつかることがございますが、あれでのしのし上がってくるってところが絵になりますけれども、ある方があれを現代流に直したらどうだって方が言いましたがね、あれを今の調子に直すとおかしいと思うんです。例えばこの蝶ネクタイかなんかしましてね、白い手袋かなんかはめまして、しがし逮捕西柏戸どうぞ、ここはいけませんね。なんか弱そうでいけませんけれども、考えてみると、ああいう調子だからのしのしと上がってきてよろしいんでございましょう。で、お相撲さんが上がってくるってえと、真ん中にこの行司さんがこう出てまいります。また誰が考えたんですか、行司さんの衣装ってえもな、いいもんですね。両方が裸のお相撲さん、その真ん中へ入りまして、金蘭の衣装が何とも言えないこの色彩感がございますけれども、行司さんが上がってきて二人を取り組ませようと思って、二人は決してすぐ取り組みませんね。脇行って口すいだり鼻かんだりしてますけれども、考えてみると、あれは土俵に上がる前にやったっていいんじゃないかと思うんですがね。ですから行司さんは二人を取り組ませようと思って二人とも口すぎに行っちゃうんで、一人寂しく取り残されるわけです。寂しいからって帰っちゃうわけにはいかない。仕方がないんで、もう一遍この相撲の名前を呼んでますがね、今度は貫禄を示そうなんてんで、もう随分貫禄を示しすぎちゃって、私の知ってる人でもやめちゃいましたけれどもね、なんだか何を言ってんだか分かんない行司さんがいましたね。分からねえんですけれども、分からなくても大して不自由は感じませんけれども、やがて口をゆすいだり鼻をかんだり脇の下を拭いたり、何にもすることがなくなると、ようやっと諦めましてね、塩を持って出てくるわけ。塩をパーッと巻きましてね、って仕切り入ったから取り組むのかなと思うと、また諦めてやめちゃうんですね。でまた塩を取り、ある方があんな面倒くさいことをしていないで上がってきてすぐ取っ組んだらどうだって方がいる。だけど上がってきちゃ取っ組んでいただから、目まぐるしくてしょうがありませんね。あのくらいがちょうどよろしいんでございましょう。仕切り直しをしている間は、今度はお茶屋さんの番でしてな、いろんなものを持ってくる。ですから持ってきたものはただじゃないんですから、飲んだり食べたりしなきゃ損だってんで、普段飲みつけない方が飲んだりなんかして、変な酔っ払いが出来上がりましてね、妙な声を張り上げてるのがいますからな。しっかりよー、しっかりよー、てめえがしっかりした方がいいんですよ、こんなのはね。手数がかかってやりきれませんけれども、やがてのことに時間が参りました。はっきり残った、はっと軍配を敷くと同時にガチンとぶつかる、あの激しさというのはない。つまり静から動へ移る、あそこに相撲の醍醐味があるんだなんてことをおっしゃいますが、本当にあれがいいところでございますね。考えてみるって、片っぽが40巻ある、片っぽが37、8巻ある、そういう人たちがもう両方から力いっぱいガチンとぶつかって、これが怪我も何にもしないんですね。どういうわけだろうと思って、稽古場を覗くってえと、よくわかりますね。大変な激しい稽古をしてまして、ぶつかってこいなんてんで先輩の力士が言う。お願いします、いやーとぶつかってくる。こいつを胸でガチーンと受けちゃっから、ガーッとひっくり返す。ここはもうすりむいて、その間にこう砂がこうめり込んじゃって、どうにもならない。ですから普通のお風呂へ入ってこうタオルなんかでこすったって、もう砂が落ちませんから、わら丸めといて、ガーッとこの傷の中のこの
砂をこう出すわけですな。象を洗うのと同じような量件で。だから大変なもん、もうバン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 ぶつかってくる。しょっちゅうぶつかられるっていうってと、まあ、受ける方も大変でございますから、時々パッと体を変わる。体をかわすってと、何にしろ向こうを見ないで突っ込んでいくのを体をかわされるから、ビーッと飛んでっちゃう。そのまんまにしておけば怪我しますからね、パッと体をかわしておいて、背中をバシッと叩いてやる。じゃあ、飲めるってと、鼻がこんな方までいっちゃう。鼻血だらけになって、そんなことを驚いしたんじゃ一人前になれない。またお願いします。ダーッとぶつかっていく。またパッと体をかわる。また飲める。また背中が叩かれる。今度は前歯がバリバリってみんな折れちゃう。そんなことを驚いたんじゃ一人前にならない。口の中いっぱい溜まった前歯をパッと吐き出しておいて、ダーッて。これは嘘ですけれども、まあ、そんなことがあるわけはないんですが、大変なもんでございますね。しかし今も お相撲さんというのは、これは昔と同じような、1年を20日で暮らすいい男なんて具合にはいきませんでね、みんな激太りになってしまいましたけれども、まあ、昔はこう1年を20日で暮らすいい男ですから、1年間20日しか働かなかったなんてことを言いますが、実際調べてみるってえと大変だったらしいですね。まずこの地方巡業ってだって、今のようにぴっちりした地方巡業じゃございませんからね、地方から買いに来るのを待ってたりなんかしまして、ですから部屋にいいお相撲さんがいないってえと、この部屋はもうしょっちゅう貧乏して、その自分にはその自分らしいお話ができておりますが、いるかね、提灯屋さん。あ、これはこれはどうも、用があればちょっとお声かけてくださいね。こっちから行ったんでございますけれども、親方わざわざ何しにおいでになったんですか。実はね、提灯屋さん、お前さんに頼みがあってきてね。へー、私にどんな頼み。というのはどうだい、お前さん、こんなぶしつけなことを聞いて怒っちゃいけないよ。こうやって毎日毎日提灯を張っていてだね、まあ一日手間はどのくらいになるね。そうですね、この間ね、バカにこれは仕事ははかどったななんてんで喜びまして、夜鍋までしましたけれども、その時には一分になりました。死に一分か。どうだい、二分出すからね、10日ばかり私と旅へ行ってくんないかい。へー、よっぽど大きな提灯はん。提灯を張るわけじゃない。実はお前さんも知っての通りね、うちの部屋には花以下だって大関がいる。いいお相撲さんですが、ちょっと患ってるそうですね。そうなんだよ。ところがね、銚子という町がね、大変にこの大漁が続いてね、町に景気屋でした。で、相撲好きな土地なもんだからね、うちの部屋を買いに来た。もっともうちの部屋を買いに来たというより、花以下だを買いに来たわけだ。でまあ患ってるからと言ったら、それでもいいから来てくださいと、そういうんでまあ引き受けたんだがね、今度は花井から寝込んじまったんだよ。寝ているやつを問いたい乗せて連れていくわけにはいかないし、果て弱ったな、手つけは使っちまったしと思って、ひょいっと考えついたのがお前さんのことだ。え、うちの花井方にお前さんよく似てる。そうですってね、よく似てるよ。そのね、体つきといいね、なんとなくこうね、顔が青黒いようなね、それでまあ額がはげ上がってね、で目が奥の方へくぼんじゃってね、眉毛がこのゲジゲジ眉毛のところといいね、鼻が横に広がったところといい、唇がこうまくれ上がったところといいね、ラングイバでもって色が黄色いとこなんじゃそっくり。いいとこあらへんねんな、冗談じゃありませんよ。でまあお前さんの頼みてえな、他のこっちゃないんだ。どうだい、お前さん花いかだになったつもりでね、出かけておくれ。え、日に鈍出すから。あのね、親方、くだらないこと言っちゃいけないよ。私はね、そらこうやって見るってえと体は大きいし太ってますよ。だけどね、これは酒太りなんだ。その相撲なんか取ったことはない。だからいいんだよ、病人なんだな。だから病人だから土俵の脇へ座って相撲を見ててくれる。そうすりゃ死に鈍んな、ね、酒飲んで一日ゴロッチャラゴロッチャラしていて死に鈍んなるんだ。悪い話じゃないよ。そうですね、一日ゴロゴロしていて酒飲んで飯食って鈍んなんですか。面白いねな。しつつ行きまようか。おお、行ってくれるか。いやありがとう。じゃあ頼むよって。
昔の人はのんきなもんで、今はこんなことしたって通用するわけはないんですが、その昔のことでテレビもない、写真もない、ラジオもない。何があるかっていうと、せいぜい錦絵か似顔絵ぐらいしかありません。ちょいと似てりゃこれが大関花いかだでございますっていうのは俺は分かりはしませんでね。じゃあそういうことにしよう、てんで頭を、お相撲さんのように言い直す、派手な着物を着せる、上りを立てるってえと、トンストンタタン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 と筆太鼓も華やかに銚子の町へ乗り込む。さあ景気のいい町でございますから、まあ、初日から大入り満員、大変な人気が出ました。もう一つこれ人気を添えたというのが土地の、相撲で、これは素人相撲でございますが、千鳥ヶ浜大五郎という、これは漁師上がり筋骨隆々、潮風で鍛えた、まるで鋼のような体、これが本職の相撲と取るってえと、本職の相撲がコロコロ任されちゃう、余計人気が出しました。さあこの人気に輪をかけたもんですから、まあこれ肝心元としても売っちゃっておけません。いよいよ明日が千秋楽ということになりまして、どうだろうね親方、あ、これは肝心元さんでこの度は大入り続きおめでとうございます。いやそりゃいいんだがね、町の人がどうしても明日の千秋楽、千鳥ヶ浜と花いかだと取らせろと言って聞かないんだがね、どうだろう、なんとかできないかね。まあ、そりゃ何しろ病には勝てませんでな。いや病気だ病気だってけれどもね、今やでやで聞いたらなんだか知らないけれども、朝から晩まで酒飲んでて、ご飯は2人前食べるし、島さえあらい女中を口説いてるってんだ。まあね、あんまりいい病人じゃねえと思うんだがね、どうだい、立ち会うだけ立ち会ってもらえないかね。さあどうなんですか。へい、病気を承知なら花いかだ千秋楽は土俵へ上げましょう。で、そうかい、いやありがたいな、お前さんにそう言ってもらえるってえと、こんな嬉しいことはない。これで千秋楽は万々歳だ。じゃあ頼むよ、ご祝儀は弾むからね。さあ喜んで帰っていった。この話を聞いてがっかりしたのが提灯屋さん、真っ青になった。どうしたい提灯屋さん、ん、元気やないね。何を言ってんですよ、どうも話がうますぎるうますぎると思って、明日あの千鳥ヶ浜と私は取るんですって。何を言ってんですよ、明日毎日見てるけれども、あれ人間じゃありませんよ、あれ鬼ですよ、鬼が角をどっかへ忘れてきたんだ、あんなの私が相撲を取ったら殺されちゃいます。大丈夫だよ、私に考えがある。え、どういう考えかってえとな、明日お前さん何でもいいから土俵へ上がんな。上がんなったってどうやっていいんだか私には分かりません。え、初めてなんですから。だからいい、下から私が教えます。いいかい。で、仕切りにかかったら決して相手の顔を見ちゃいけないね。相手の顔を見ないで目をつぶって、まあ下を向いてな、まあ江戸へ残してきた女房のことか何か考えてなさいね。で、八景に残ったという声を聞いたら、何でもいいからお前さんは立つ、立って手を前へ出す。ふと何かが手に触る。そう、触りますよね。触ったなと思ったらお前はしっくるかい。何すか。ちょっと待ってくださいよ。立ち上がって何かが触ったらしっくるかいっていいんですか。はい、見ていたお客様は何という、ああ病というものは恐ろしいもん、触っただけでしっくるかいった。ああ大関も病には勝てないなと、花いかだの名前に傷がつかない、お前さんも怪我をしない、肝心元も儲かるし、みんなも潤う、どうだ、こんないい話はないだろうな。もう一つの見方はだ、え、見ているお客様、ああ大関というのは大したもの、触っただけでひっくり返って、まあ土地の相撲に花を持たせる、ああ大関は大したもんだと向こうで買いかぶる、どっちに転んでも損はない、どうだ。はあ、はあ、こりゃ恐れ入りましたね。なるほど、触ってひっくり返る、ふん、これはおいしい。じゃ早速お稽古。何のお稽古。ひっくり返る稽古。そんなものは稽古しなくたっていい。こっちはこれで済んだんですけれども、すまないのは今度は相手方の千鳥ヶ浜の方だ。おいおい、
大五郎や、ここへおいでなさい。お父さん何か用で。まあいいからそこへ座んなさい。今私はね、話を聞いて驚いた。え？お前明日大関と取る。なんという恐ろしいことをするん。お前は知らないだろうがな、お父っつぁんは若い自分に方々旅をして遺恨相撲の恐ろしさてえのをよく知っている。いいか、土俵の上で殺されても文句の言えないのが相撲の怖さだ。え？ああ命を取られないまでも手を折られ足を折られフグになったのをどんなに私は見てるかわからない。こんな恐ろしいことはないんだよ。え？満足に育ててやったお前がもし本職の相撲ならそれはどうなってもそれは仕方がない。だけどお前は漁師な。いいか、相撲でもって五体満足なのを何もフグになることはないんだ。なあばあさんや。そうですよ、お前がねフグになってお腹が大きくなったら私はどうしていいかわからん。お前何を言ってた。お前はお前が出てくると話はぶち壊しになる。引っ込んでなさい、引っ込んで。え、さあどうしても取るんだったら親子の縁を切りますよ。やるか。え、お父さん、わかりました。昨日まで土俵へ出なかった花言い方が出るというのもなんとなくおかしいございます。明日は私相撲を取りません。そうか、お前は優しい子だ。相撲を取るんじゃない。お前さんは漁師だ。いいか、忘れんじゃないよ。わかりました。でもお父っつぁん、私は大関の相撲というものは見たことはございません。見るだけは構いませんか。おお、見るだけはいいとも。決して取るんじゃないよ。こっちも来いです。さあそんなことは知りません。一般大衆はね、ああ今日は千鳥ヶ浜と大関と相撲を取るというんで金剛金在から朝早く集まってくる。いや相撲が始まる前にはもういっぱいの人でございまして、勝ちもあり負けるもある。千秋楽取り進みまして結びの一番、片や花言い方こなた千鳥ヶ浜といった時には何万という群衆はこの一番を見ようと集まったんですから、大変な騒ぎではという騒ぎ。まあ、今私声は出しませんでしたけれども、到底私の一人の喉では何万という群衆の声なんか出せっこありませんので、まあ、顔だけでご想像を願いたいと思うんですが、ああ大変なもんですね。どうです、いよいよですよ。これを見なきゃあなたね、本当ですよ。ああ出てきましたね。へえ、あれが何ですか。大関花いかだ。はあ、大関花いかだね。なんか知らないけれどもふわ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 してますな。おお、おかしいね。第一なんです、あの肌の色、嫌な色してますね。でペタ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 してますな。病気ですかね。これだとことによるとなんですね、千鳥ヶ浜勝てますよ。楽しみになってきたね。千鳥ヶ浜出てこない。あー千鳥ヶ浜どうした、出てこねえな。早く出ろ千鳥ヶ浜。え、千鳥ヶ浜いなくなっちゃった。いなくなっちゃったらいけないよ。この子に置いてなんですよ。おい千鳥ヶ浜、どんなことがあっても町中で探さなくちゃいけない。さ、なんだろう、子供ってほっかむして小さくなってお前千鳥ヶ浜じゃねえか。いいえ、私は千鳥ヶ浜ではございま、何を言ってんだバカ。お前さんの出番だよ、出るんだよ。いえいえ、ダメなんです。私出るってとこ親父に感動される。何、なんだあの親父、あの親父は俺に借金してまだ返しはしないじゃん。え、文句なんて言わせません。おい皆、ここに千鳥ヶ浜隠れてる、皆手伝ってくれ。こうなるってえと見物人が許すわけやねん。嫌がるやつを無理に引っ張り上げて、回しを締める。裸にする。さあ、お父っつぁんのことは心配するな。俺がついているから、心置きなく立って、ああ、言ってんで、土俵へ上げない。土俵へ上がった以上は、花言方も、まあ、しょうがありませんから。ええー、ままよ、どうにかなるだろう。相手は江戸の大関だ。どんな相撲になるか一つ、俺も試してみようと、若いだけにこの好奇心がありまして、土俵へ上がって、ひょいっ。とこの花いかだを見た。さぞかし江戸の大関威風堂々としているだろうと思って、とえらい違い。
生まれて初めてまわしを締められたもんですから腰が浮いちゃってふわ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 今にも倒れそうな、それもいいんですけれどもいちいち聞いてる。親方ダメですよそ見してちゃ、これからどうするんです。私は塩をまくんだ。塩をまくんですか。どこにあるんです。これ柱のところにこれあるだ。ああこれね、ここでまくんですか。あ、そうです。そんなに取っちゃいちゃ後がなくなっちゃう。もう少しで、少しでいいんだ少しで。あ、そうですか。こんなもん。ああ、でどこに、あそこら辺にまくんですか。これでいいんですか。え、あそこまでのそのそ行って、でしきりに入る。あ、そうですか、わかりました。こうやってのそのそ行って、なんていちいち聞きながらやって、これを見て千鳥が浜が怒った。なんだこいつ、俺が素人だと思ってバカにしてこんなことをやってからかって、よし素人の相撲にどれだけの力があるか試してやる。この大関めってんで若いだけにカッとなっちゃう。怒りの形相もの相くんはと気合を入れて仕切り入って、どう提灯屋さんも仕切り入って、相手を見ちゃいけませんよ、目をつぶって下見てなさいよと言われてるから、提灯屋さん下向いてこう目をつぶって、いろんなことを考えね。今頃かかは何してんだろうな、うちでな。明日ようやっと会えるんだけれど、今頃はあいつは落語が好きだから寄席行ってやしねえかしら。それとも浮気してるから、くだらねえことを考えして人間っていうものは面白いもんで、見ちゃいけないよ、しちゃいけないよ、やっちゃいけないよと言われると見たりやったりしたくなる。相手の顔を見ちゃいけないよと言われているもんですから、なんとなく見たい、なんとなく見てえな、どんな顔してんだ、だから見ちゃいけない、ちょっとぐらいならいいかな、ちょっと見てね、少しぐらいならいいから、ちょっとひょいっと見た。片っぽはもうクッとなった千鳥がかんま、怒りの形相ものさん、その顔の怖いのなんの、なんて怖い顔してやる。はあ、こりゃダメだよ、立ち上がって触ってひっくり返るぐらいで収まりはつかないよ、出した手をたぐらえて何をされるかわからねえ。ああよしゃよかった、やっぱり江戸で提灯張ったらよかった。ああ、かかに会いて、生阿弥陀仏、生阿弥陀仏、生阿弥陀仏、ガタ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 震えながら念仏を唱える。相手の千鳥ヶ浜の方もしきり入って、あ、大関何ほどのことやなんと、かーっと相手の顔をにらみつけているってえと、大関つまり提灯屋さんがこっちをちらっと見て下向いたかなと思うってえと、生阿弥陀仏、生阿弥陀仏、念仏を唱える。はての、なんでこれが念仏を唱えてる、念仏を唱える、しきりをしながら念仏を唱えるってえのは聞いたことはないが、はあ、そうか、おとっちゃんの言ったのはこれだな、これは遺恨相撲だ、俺を殺すつもりで念仏を唱えて、はあ、こりゃあよしゃよかった、やっぱり親の言うことは聞くもんだった、おとっちゃんおっかさん申し訳ありませんでした、ナムアミダムツナムアミダムツナムアミダム、両方で念仏を唱え上げ、嫌な相撲があったもん、仕切り入って二人とも手をついたまんまガタガタ震えながら念仏を唱えて、行司さんがこれを見て嫌になっちゃった。なんて情けねえ相撲だよおい、両方とも青い顔をしてガタ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 震えながら念仏を唱えて、やだやだ、これはもう行司さん本当の花言い方じゃない、提灯屋だってのを知ってますから余計嫌になっちゃう。こんなものいつまでもバカバカしくてやっちゃいらんねえや、はっきり謝った、いい加減なところでもって行司さんがパーッと軍配を敷いた。呼吸も何にも合ってない、
ところが提灯屋さんの方は素人ですから、やっと仕切りに入って何でもいい、八挙に残ったと言われたら立つんだよと言われてるから、何のためらいもなくスッと立ってスッと手を前に出した。普通のお相撲さんですと手を前へ出す時には手首をこうカーッと返しますから危なくない。そこは提灯屋さん素人ですから、こうやってまっすぐこう出した。そんなことは知らない千鳥が八挙に残ったと言われたんで、ふっと呼吸が合わないから、もう長年相撲を取ってるから呼吸が合わないと立てませんで、ふっと一呼吸遅れて立ち遅れたんですよ。ふっと顔を前に出した、顔を前に出したところに手がスーッと、これ避けようがありません。ふっとやった目の中に提灯屋さんの指がザッと入った。これはどんな人だってたまったもんじゃない、うわーってとひっくり返っちゃう。さあ提灯屋さん、パッと手を前に出して触ったからひっくり返ろうと思って、見ると相手がひっくり返ってる。今さらこっちがひっくり返ったってしょうがない。これはえらいことになりました。どうもこれやってんで、提灯屋さん頭をかきながら土俵の周りをぐるぐる回り始める。見ていた見物が驚いた。おいご覧よ、すごいね、さすが江戸の大関だね。え、ふわっとやったと思ったら、ああ、ひっくり返っちゃった、千鳥が。はあ、大した、あれは何だ、それ、針で。へえ、すごい、針でだね。ああ、貼るのはうまい。貼るのはうまいわけで、提灯屋ですよ。